うわ、ヘドロが押し寄せてくる。押し寄せるヘドロ、重っ。お疲れ様です。お疲れ様です。本日は、以前ね、隣にあるこの用水路は私とこ、掃除をしたんですけれども、まだここだけが終わりではなくて、のこの隣を見ると、はい、こっちにも用水路がつながっていて、ここが相当詰まっちゃっているという。そうだね。まあ、流れてはいるんだけど、かなり悪いな。そうだね。泥とか草が詰まっちゃってるから、今日はここを、きれいにしましょうということで、はい、長いのでここは一人だとちょっと終わらないので、今日は二人でやっていきましょう。はい、はい、では早速やっていきたいのですが、その前に見て、これ何、これこれは幻のウドじゃないか。なんだって、これがウド。はい、というわけで無事、前ね、弟と2人でそれこそ全部ボーボーだった時抜いちゃったんですけれども、抜いた後からね、コメントで皆さんがウドじゃないかって教えてくださって、やっちまったなんて思ってたんですけれども、無事生えてきてくれましたね。そうだね。これで今年は食べれるね。もうちょっとがしたら食べ頃、もう食えんのかな。コメントで視聴者様に教えてもらうか。これ食べるとしたら天ぷら、ウドって。天ぷらよく聞くけど、なんかおすすめのあれがあれば教えていただけると食べたい。でもウドって知ってる？スーパーフード。このダジャレはちょっとアウトだね。そっちの方がちょっと無理あるね。はい、まあ、ちょっと余談が多くなってしまいましたが、今日の作業はあくまで用水路掃除なんでね。はい、はい、じゃあやってきますか。はい。はい、ちょうどいい左官後手があった。なんかこのために。草を。めちゃくちゃ取りやすいよ。いいよ。スコップはスコップって思ってた。ああ、ちっこいやつ？絶対その方が、うん。前早く。ほんとかな。じゃあそれでやってみる？そりゃスコップの方が早いし、スコップがその方が不安。でも、とんでもなく泥が、ヘドロ、うん、ヘドロ、ヘドロだっけ。何いやいや、前、弟が自分で言ってたんで、ヘドロヘドロの替え歌を歌ってたら、うん、弟が突然、うん、ヘドロって言い出した。覚えてない自分で。え、まあ、それこそ向こうの用水路を二人でやっとったけど、覚えがない、こんなん。あ、本当に？いや、なんか無限に取れちゃう。スコップギリギリ入んない気がするんだよね、俺。ちょ、待って、すっぽり。え、絶対この方がいいじゃん。うわ、打ち入れやすい。革命。こういうことですよ。そうだよね。あ、めっちゃやりやすいわ。絶対こっちだわ。雑草のせいで何が何だか分からんね。
行った方がいいんだ。そうだね、川の流れに逆らって。確かに。あ、タンポポが出てきた。タンポポね、泥まみれになった。泥防具さ。もう流れの良さが全然違う、ね、よし、じゃあ次のゾーン行きましょう。次のゾーンが一番詰まってんじゃん。やばそう。なんとここはパンパンに詰まっておりました。ひどい詰まりよ。どんどんゴミが流れてくる。でも流れが良くなるおかげで押し出されて。うわ、やば。オーマイガーじゃん。パンパンよ。そんなことある。取っていきますよ。うわ、ヘドロが押し寄せてくる。押し寄せるヘドロ。おもっ。おー、すごい。はい。どんどんいっちゃうよ。オーマイガー。おー、すごいすごいすごい。どんどん行こう。草が生えてる。ねえ。許しません。こんなヘドロ。許さない。ここすごいヘドロよ。詰まりが取れた。かなり流れるようになったんだよね。で、また奥の方にちょっと流されてきた。回収する。そうだね。ちょいちょい、こういう取り残しがあるから回収する。こういう感じで、意欲が強くなるからこそまたより押し出されて奥で止まっちゃうから。そうだね。トルト、トルト、エトルト、トルト、トルト、ソルト。
トを取るとトマト取ると取ると困ると、自分たちの敷地の方に引き出す。やばい。うん、かなり。え、めちゃくちゃ流れ良くなったよ。うん。水の量がめっちゃ増したもん。おお、かなり流れるように。うん。多分時期に徐々に透明になってくると思う、うん、多分徐々に徐々に細かいのがまた下に行って溜まって行ってしまうね、うん、もう取り切ることは不可能だからね。そうそうそう、多分この下にあるちょっと大きい川まで流れてっちゃうから、うんうん、次はそこを掃除して、うんうんうん、それでそれを取ってもまたちょっと細かいのが、うん、信濃川まで流れてっちゃうから、今度信濃川掃除して、これでもちょっと細かいのがまた流れちゃうから、今度ちょっと海の方を掃除して、じゃあまあ2人でのボランティア活動は続いてくる。そう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 だね。太平洋、太平洋だね。徐々に透明になってきた。さっきまで濁ってたのが徐々に、あ、でもこれやっぱ細かいのがどんどん転がってってる。うん、すげえ、こうして溜まってくんだよ。おー、すごい、なんか面白いな。どんどん転がってくる。俺、転がってるこの土の塊の数数えるゲームやっていい？どうぞ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90
え、でも面白いね、ほんと。コロコロ。うん。そんだけ流れが良くなったってことだ。確かに。めちゃくちゃ綺麗になった。ね。うん。マジで綺麗になった。はい、では、綺麗に掃除ができたところで、はい。本日の作業はここまでです。はい。はい。まあ、意外とすんなり終わったね。そう。2人でやってたらやっぱ早かったね。うん。まあ、あそこのうどもまた楽しみが一つ増えたし。そう。はい。まあ、今日ここは隠れがちだから定期的にチェックして、あそこまでつまらないようにね、その前にちゃんと定期的に書くっていうことが大事だね。田んぼも始まるし、うん。草も伸びてくるからね。そうだね。じゃあ、今日は帰りますか。はい。はい。では、お疲れ様でした。お疲れ様でした。本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。こちらのチャンネルでは年内チャンネル登録者数10万人を目指して今年も頑張ります。引き続き応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。